ブルース・ハワード・キューリックはアメリカのロックギタリスト、作曲家。80年代から90年代半ばにかけて、キススのリードギタリストとして活躍し、現在はグランドファンクレールロードのメンバー。キススのサポートメンバー、ミートローフのバンドメンバーとして活躍した、ボブ・キューリックは実刑。ニューヨーク・ブルックリン出身。幼馴染みのマイク・カッツ、ガイボイスと共に、 KKB で活動。クリームとイエスをミックスしたようなパワフルなトリオ編成のバンドであった。1977年から1978年にはミートローフのバットアウトオブヘルワールドツアーに同行。マイケル・ボルトンと共にブラック・ジャックにも在籍、ボルトンのソロアルバムでもプレイしている。キューリックは1984年9月ツアー直前に病気のためプレイできなくなった。 マーク・セント・ジョンの公認として、キスに加入。もともと兄のボブ・キューリックが、キスとの仕事を通じて、メンバーと婚姻であり、加入には、兄の強い推薦があった。およそ12年間メンバーとして、ノーメイクのヘビーメタル時代のキスを支えることになる。彼のプレイは、ジミ・ヘンドリックス、クリームなどからの影響をベースに80年代風の、 トリッキーな技を盛り込んだモダンなスタイルでグループに新風を吹き込んだ。キッスでは5枚のスタジオアルバム、2枚のライブアルバム、アライブさん、キッスアンプラグドに参加した。しかし1996年には、キッスのオリジナルメンバーによる再結成が決定し、ブルース、エリックシンガーはグループから押し出されてしまう。ブルースは1996年12月に公式にキッスを脱退。 オリジナルメンバーの4人と加入間もないエリックシンガーを別として、ブルースはどんなメンバーよりも長い期間バンドに在籍した。AS フレイリーが2002年のフェアウェルツアー終了後に脱退した時、グループからブルースに復帰の要請はなかった。バンドはブルースの代わりに元ブラック N ブルーのトミー・セイヤーを加入させた。キスを脱退したブルースは、 ジョン・コラビラと共にユニオンを結成。3枚のアルバムをリリースした。2005年1月、2回のショーを完全収録し、さらに、ボーナスマテリアルを収録したユニオン初の DVD、Do y o u r o n s i n g Live をリリース。同月ユニオンは日本でもプレー、11月にはドイツでも、公演を行った。オリジナルドラマーが脱退したため、キッス時代の同僚エリック・シンガーがドラムスを、 担当した。2000年からは、名門グランドファンクレールロードに加入。現在までメンバーとして、精力的にライブを行っている。2005年には、共にキッスとは、縁の深い実景ボブと共に、キッスの曲を題材にした、強速 DVD キッスフォーエバーをリリースした。ありがとうございます。